歯医者さんのつぶやき。小池病院歯科の小池です。さて、父の日っていうのが次の日曜日に、来るわけですけれども、ちゃんと皆さん準備できてきますかね。心の準備とお金の準備と、いろいろあると思うんですが、1年に1回なんでね、普段お父さんないがしろにしてるような感じでも、こういう時ぐらいは持ち上げとく方が、いいんじゃないかなと思いますよ。例年ね、この父の日に関しては、割と喋ってるので、父の日には、母の日がカーネーションであるのと一緒で、父の日にも決められたお花があるんだよとか、そういうような話をね、興味がある人は、過去のあのこう放送なんかをね、紐解いてあのこう見つけ出して聞いてください。とりあえずそのこう母の日だけじゃなくて父の日っていうのもやっぱりイベントとしてね、もうちょっと盛り上がってくれればなって、そうするとお父さんたちの、働く意欲っていうのも盛り上がるんじゃないかな。特にね、娘さんから父の日ってもらうお父さんは、すごく嬉しいと思うんでね、娘さんはアピール時ですよっていう感じでね、そこでちょっとこう父の日っていうのをやってあげれば、ちょっと美味しいものを食べに連れてってもらえるとか、きっとそういうことはあると思います。美味しいものを食べるためにはいい口元が必要ですっていうのにつなげていきたいわけで、こんな話をしてるわけですけれど、どっちにしてもね、父の日母の日やっぱり親に感謝しっていうので物を渡すだけじゃなくて、みんなね、僕としては団らん囲む、それが一番のその父に対しても母に対しても家族にとってやっぱり一番いいのはみんなが元気で、楽しく団らんを囲むことだとやっぱり僕は思うんです。個人的意見です。で、なので、そういった時にね、せっかくあのみんなで集まって、おめでとうっていう感じで美味しいものを食べよう、みんなで美味しく食べようっていう時にやっぱ口元がね、汚れてる虫歯、歯周病、そういった場合虫歯が痛くてうまくご飯が食べれませんっていう部分もあるだろうし、みんなで鍋をつつくなんていう時に、今だと飛沫感染というものに対する知識も皆さんあると思うんですが、歯周病のひどい人が家族の中にいたらどうなるかっていう部分とかね、いろいろ考えてもらえれば、やっぱりみんながきれいにしておくことで、そういったものを、気持ちよく、食卓を囲めると。そんな感じでですね、父の日に向け口の中ね、歯石取りをしたりとか、少しちょっと綺麗な感じに持っていってね、ご家庭アピールしてみるもお父さんいいんじゃないのって思ったりもするんですけど、そんなあのこう父の日に向けても歯医者さんにぜひ行ってほしいというところなんですが、うちの歯医者さん今週ね、今週末の土曜日はちょっと臨時でお休みさせていただいてます。これは、週末ね、ちょっとこう補鉄学会、僕の方の専門的にやってる補鉄という、治療、かぶせ物とか、ブリッジや入れ歯やインプラントとか、大体こういったあの欠けてしまったりとか失ってしまったりした時に、商品でもって補っていく治療がありますよね。こういったものの、専門の学会がこの補鉄学会というもので、大学病院だと補鉄科というものがやっぱり存在したりします。で、ここの学会に毎年行くことで、専門的な知識っていうのを最新のものをね、ちゃんとこう維持するように、いつも心がけてるわけですが、それが土日開催ということで、今年はあの例に漏れずインターネット上のウェブ開催という形、現地開催ではなくウェブ開催という形でやっていきますが、それでもしっかりちょっと聞きたいんで、土曜日曜と学会の内容を聞くために土曜日今回はお休みさせてもらってます。父の日に向けて、ちょっと口の中掃除っていう人、前日に駆け込むんじゃなくってその前までに連絡してくださいね。というわけで、今日はこの辺で失礼します。